まあ一日が何分なのかというのをこう書いてあるんですけども、これを連続でやってみたいと思います。さて20時間かける60、あ間違えた、4×50 で重ねて60を書きます。そうすると これで1年間の365ですね、日数365、1年間なんですが、これ液晶のモニター見ながらやると結構大変なんですが、